皆さんこんにちは。今日もとても楽しいレッスンでした。子どもたちと共に遊びながら学ぶということはとても楽しいものです。ジャングルジム、上がったり下がったり、音楽は楽しみながら学ぶことが一番です。音符カードに言葉をつけて覚える、絵本の読み聞かせをするように、楽しそうだね、次はどうなるかな、などとイメージを考える、養うことも大切なことです。今日も白クマのジェンカを弾いてみます。練習は楽しいのであります。白クマのジェンカ。白クマの弦歌、波長調、ヘ長調、都長調の3種類で弾いてみました。音符カードに言葉をつけて楽しく覚える、今日もとっても新しい発見ができました。明日も楽しいレッスンを。何でも子どもたちと遊びながら学ぶこともとても大切なことです。昨日もとっても楽しいレッスンでした。バイバイキーン。